はい、こんにちは、堀です。今日はですね、剣道で、使える筋肉と使えない筋肉っていうことで、お話ししていきたいと思います。いかにこれ質問でも、神経の、トレーニングどういうのがいいんですかっていうことがあったんですけれども、最初に、みんなさんやってるのトレーニングとか練習とかで、それを最大限で、ね、さらにそれで、こういうエッセンス加えたらどんなことでもいいよっていうことがあるんです。で、使える筋肉使えない筋肉っていうので、僕ね、昔ちょっと図式を考えてそれを発表しますね。こちらです。じゃん、わかりますか？これ実は筋肉って電気と一緒で、電気つくためにはスイッチ押して配線通らなきゃいけないですよね。で、配線切れてたらもともとダメですよね。で、しかも電球、例えば電球が切れててもスイッチで配線生きてても無理じゃないですか。いう一緒なんですよ。動きっていうのは筋肉と神経なんですね。で、どっちか、皆さんね、例えばボディービルダーの人の、筋肉と、例えばアメフトですね、アメリカのアメフトの人の筋肉ってめっちゃムキムキじゃないですか。めっちゃムキムキやのに、足めっちゃ速いっていう人もいるし、逆にじゃあボディビルダーの人が走ったら速いかったらそんなことない、なんでだろうって考えたことってないですかね。で、これが、使える筋肉使えない筋肉っていうところの分かれ道で、きちんと実は筋肉をね、筋肉作るためにはこれこれ書きますけども、圧力っているんですね。例えば重さ、皆さん木刀で振ったりすると思うんですね。けど木刀振って失敗するっていう人っていうのは筋肉を、つけようとしすぎちゃって神経生きてないんですよ。わかりますかね、この違いって。で、筋肉をつけるためのものであるんだったら、実は使えない筋肉です。でもちゃんと神経を意識した、さらには動きを意識したトレーニングであれば使える筋肉になっていきます。この違いってことですね。よく見てください。これ本当にめちゃめちゃ重要です。自分がやってるものが本当に剣道に活かせるか活かせないかっていうのは、もうこういうことで決まってきますので、ぜひね、やるときに、例えば重いものをやるときにでも、ゆっくり上げ続けるってことは、それだけそのゆっくりを脳が記憶してしまいます。だから、ゆっくりやるのもそうなんですけども、もしできるだったら、例えば軽めでもいいから早く仕事量一緒ですから ね早く神経が神経がちゃんとつきながら、筋肉もつけるっていうところですね。そういったところを意識すると、めちゃめちゃ、使える筋肉っていう風になっていきます。だからトレーニングはトレーニングだけども、剣道にちゃんと活かせる筋肉作りっていうのをしていかないと、今後、ずっとやっていくうちになんか自分体だけ重くなった、筋肉ついて重くなっちゃったなっていう人が増えてくると思います。あるね、某野球選手が、筋肉、ね、めちゃめちゃつけたらめちゃめちゃ振りが遅くなったっていうことがあるわけです。本当はその方が本当細い時はめちゃめちゃ打ってたわけですね、ホームランとかね。で、これ僕のね、後輩の子がそこに実は現場にいて、つけた人が、これ重くなるからやめた方がいいですよっていうふうにはお伝えしてたらしいんですけども、でも本人がちゃんとクライアントの、ね、クライアントがやりたいって言ってやって、で、それで結果振れなくなった。だから筋肉があれば大丈夫だった、そんなことないんですよ。だからそこだけを間違わないように、自分が理想とするね、筋肉の形だったり筋肉量だったりとか、いろいろね、体に応じてっていうのあると思いますから、ぜひね、そこで使えるような筋肉にしていくっていう風にしていただくと、もっとね、自分の動き良さっていうのが出てくると思いますので、その辺注意しながら、トレーニング練習をしてみてください。ではまた動画撮っていきます。